はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、楽天カード2枚目の発行が可能に発行のメリットやキャンペーンを解説ということで、今回は楽天カードについてですね。この動画では楽天カードの2枚目の発行が本格的にスタートしたということと、それについてのメリットやキャンペーンについてお伝えします。ぜひですね、2枚目の発行を検討されている方いらっしゃいましたら、最後まで見ていただければなと思います。それでは、行みましょう。 ってことでお題の通りですね、こちらの楽天カードなんですけども、2021年の6月の1日、今月の頭からですね、なんと2枚目の発行が可能になったということになります。まあ、せっかくなんでね、公式のプレスリリースを見ながら見ていただければと思うんですが、こちらは2021年6月1日の楽天カードが出したプレスリリースでございます。楽天カードを原則1枚目の発行から2枚目の発行は可能に、用途に合わせた使い分けができる、異なる国際ブランドも保有できる楽天ポイントをより多く貯められると いうことで、まあ、ちょっと色々記載されてるんですが、まあ、ポイントとなる部分はこの部分かなと思いまして、楽天カードはこれまで原則お客様1人に対して1枚の発行としてきましたが、お客様からの用途に合わせて使い分けたい、そして好みのデザインカードを追加で持ちたいといったご要望にお応えするため、この度、ほぼ全ての楽天カードで2枚目のカードの発行を可能にしましたということですね。 で、この楽天カード、この2枚目を発行するメリットは結局何なのかというところなんですが、まあ実際にですね、公式ページの内容を踏まえて4つに分けてみました。まず1つ目なんですけども、1枚目と別の国際ブランドの作成が可能ということで、こちらね、公式のページなんですけども、ちょっと下に下がっていただくとここですね、欲しかった国際ブランドデザインカードが選べる年、年会費 A 年無料のカードということなんですけども、まあ大きく2種類あるんですが、通常の楽天カード僕も持ってるんです けども今現在は JCB のブランド持ってまして他にも今回2枚目の申し込みが可能ということになるんでアメックスであったりとか VisaMaster それぞれね選べることができますでデザインに関したら国際ブランドによって変わってきますんでこれはね公式ページを見ながらどれがいいかなという風なのを選んで発行してみてもいいと思いますそしてもう一つですねここ楽天のピンクカードですね ま、女性の方であればね、こちらの色がいいっていう方もいらっしゃると思いますし、男性の方でもピンクのカードを持ちたいっていう方もね、中にはいらっしゃると思うんですけども、その場合は一応こちらからでも年会費無料で発行することができます。一応ここには載せてないんですけども、僕 JCB のカードに関したら、タッチ決済ができないんですけども、もしタッチ決済をしたいっていう方であれば、ビザマスターを2枚目の発行として捉えていただいてもいいのかなというふうに思います。続きまして2つ目なんですけども、この1番目にちょっと関連する内容にはなるんですが、こちら、楽天プリ プレミアムカードを追加発行可能ということですねまあ、先ほど見ていただいたページから少し下がっていただくとここになりますもっと得点をお求めの方ということでまあ、年会費無料の通常の楽天カードに加えて楽天ゴールドカードであったりとか楽天のプレミアムカードこういったカードの追加発行が可能となりますまあ、楽天のゴールドカードに関しては、ね、これまでちょこちょこちょっと動画にさせていただいたのであまり個人的にはあまりお勧めはしないカードにはなるんですけどももしね追加発行 されるなら、年会費はね、1万1000にはなるんですけども、楽天のプレミアムカード、こちらのカードの方がうまみはかなり多いかなと思いますんで、まあ旅行とか行かれる方とか、もうそういった方には、この楽天のプレミアムカードは結構ありなのかなというふうに思ってます。しかも、このカードが発行できるだけ以外にも、先ほどお伝えしたように、カードブランドを変更することができるので、僕の場合は JCB なんですけども、ビザーで楽天プレミアムカード、そういった感じでおそらく発行ができるかなと思うんで、まあそういった方法でもね、いいのかなというふうに思います。 いいですよね。追加発行でこの2つのいずれかを選べれるのは結構でかいかなと思います。で、今お伝えした内容を踏まえてなんですけども、個人的にね、このビザマスターが作れるってことは本当に良くてですね。というのも、僕、ゆずひこの場合ですね、もうご存知の方多いと思うんですが、僕は楽天カードの JCB ブランドを所有しております。 まあこれまで使ってて若干ちょっと不便したことっていうのがありまして、その例としてですね、こちら楽天カードを使って、今出てるようなビザプリペイドカードのキャッシュであったり、ペイペイであったり、トヨタウォレット、これらと連携して使うことっていうのができないんですよね。まあいろんな方法を使って、まあ何かしらの連携っぽいようなことはできるような感じにはなってるんですけども、 直接、この楽天カードの JCB ブランドであれば、直接の連携ができないので、若干ね、ちょっと不便をしてたところではありました。まあ、その証拠として、見ていただいたらわかるように、これはキャッシュの場合は、クレジットカードと連携する場合は、ビザのブランドかマスターのブランド、これどちらかを連携するとか、あとはペイペイの場合に関しても、ヤフーカード以外にも、ビザのカードかマスターのブランドのカード、 これらであれば連携できると。そしてトヨタウレットの場合なんですけども、ちょっと小さくね、ここにも出てるんですけども、ビザカード、マスターカード及びっていう風に出てるんで、JCB の連携ができなかったんですよね。ですけども、今回の、こちらのね、ビザブランドを新たに発行することによって、 これらそれぞれとね、直接連携ができるようになるということになります。ここはね、本当にね、まあ、キャッシュレスとかポイ活を普段からされている方であればかなり便利になってくるんじゃないかなと思ってます。しかもね、先ほどお伝えしたように JCB のブランドであればタッチ決済ができないんですけども、ビザブランドの場合、今現在発行したら、この リップルマークですかね扇形のマークこのマークが付いた状態でカード単体でも決済することができますんでここら辺にもかなりメリットを感じるとこではございますえ続きまして3つ目なんですけどもこちら引き落とし口座を分けれるということでこちらはねそのまま公式ページから引っ張ってきました共有の口座と個人用の口座で支払いを分けたいという方おすすめですということで元々持って楽天カードをこちらの引き落とし口座として生活費用としての引き落とし口座そして今回2枚目のカードを発行してそれの引き落とし 口座としてまた別の趣味とかレジャー用ということでまあ、使用用途に分けて引き落とし口座を分けることができるということですねもちろんね一つで管理するのがめちゃくちゃ便利よくて簡単なんですけどもまあ、講座を普段からね分けて使われている方であればこういった方法は結構便利になるかなと思います ですけども、ちょっとね、米印で注意点が書かれてはいるんですが、2枚目のカードの発行のご利用は、ご本人様に限るとそして、引き落とし講座を分けるには別途設定が必要ですということですので、それを踏まえた上で、まあ、講座を分けて利用するっていうのはかなり便利かなと思ってます。で、最後、4つ目なんですけども、こちらはね、もう正直、これをしたかったもうこれは待ってましたという方は結構多いのかなと思うんですけども、こちらですね。じゃんということで、楽天カードマンができるえっ ま、ご覧の通りですね。楽天カードマン。もう、カード2枚持ってるんですよね。しかもね、ちょっと一時期噂になってたんですけども、楽天カードは自分自身では原則1枚までしか発行できなかったんですが、なんと楽天カードマンだけね、謎に2枚持ってたっていうね。なので今回は、利用規約上、発行が OK になったので、これでね、待望の楽天カードマンがしたかった方はね、ぜひやってみてください。っていうね、冗談は起きまして、2枚目のね、カードを発行して、そして利用することで漏れなく1000ポイント分のもらえるキャンペーンっていうのを 開催中でございますこちらのキャンペーンなんですけども、2枚目のカードを発行して、その後に届いたカードを利用期間内に1回以上利用します。まあ、いくらいくら使わないといけないということはないんですけども、まずは利用すると。で、利用期限として、カードお申し込みの翌月末まで利用することによって、この得点を受けることができます。一応、1000ポイントゲットとなりまして、もらえるポイントは楽天ポイントの期間限定ポイントがもらえると。 で、ポイントの新定義なんですけども、申し込んで3ヶ月後の25日頃なんで、本当にね、忘れた頃にポイントが付与される感じかなと思ってます。まあ一応ですね、このキャンペーンは常時開催と出ておりましたので、もしかするとね、今後長い目で見た時に、どこかのタイミングで、 このポイントが上がるとかそういったこともなきにしもあらずかなと思ってます。わかんないですよ。これは完全に僕の予想なんですけども、もし急いで2枚目が発行したいっていう方はね、この1000ポイントもらいに行ってもいいですし、もうちょっとなんかのキャンペーンがあるかなと思ってる方はね、 まだまだ待ってみるのも面白いかなと思ってます。まあそんなこんなで今回は楽天カードの2枚目の発行が開始したということと、それについてのメリット、そしてキャンペーンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ一応ですね、今回僕自身は、この楽天カードの2枚目の発行については、とりあえず一旦待ってみようかなと思ってます。待つというよりかは、ちょっと見送ろうかなと。で、今後、ちょっと使用用途とかが見つかれば、発行して、またそれも踏まえてね、動画でお伝えしようかなというふうに思っております。 まあぜひですね、2枚目発行するかどうかなど、まあ今回のこの2枚目について思ったことがあればですね、コメントいただければと思います。参照させていただいた公式のプレイスリリースとかリンクに関しては概要欄に貼っておきますんで、こちらも詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。楽天カードマン